吉田さん、こんにちは。速稼塾の久保です。そうですね、コピペのやり方ですか。コピペのやり方を3万人の人が見てくださったんですかね。でも吉田さん、我々の有料級の動画って100回回らないですね。これは何なんでしょうか。ということでございます。まあね、そういうこともあるんですよ。だから大なり小なり、どっちが多くの人に価値を得てるかっていうのはね、まあいろいろと考察があるってことかなと思いますね。はい、それでね、今日はね、ちょっとこの動画見てる方にちょっと質問したいんですけども、あなたは今日何人の困ったを解決しましたかってことなんですよね。昨日でもいいです。何人の困ったを解決したか。これはね、どっかのお勤めでお仕事の中でやるのは含みません。そうではなくって、本当素の自分が誰かの困ったに対して手を差し伸べて解決したってことをね、どのぐらいやってきたかってこと。もちろんこれがね、無料コンテンツっていうのと似てる概念なんですよ。あの、無料で動画をアップロードしてコンテンツを出して問題解決をしていったりとかね、さらなる興味関心発見気づきを世の中に与えてるってことと、あの、仕事を離れたところで、仕事ってのはもうね、あの、契約ですからちゃんと時給が入って一定の拘束感があってやらざるを得ない状況ってのはありますけども、素の自分が、本当に元の自分がどのぐらい人の役に立てたかっていうのは、その業務としての仕事、給料をもらってる仕事、時給をもらってる仕事の中には含まれずに、その外にあるというふうに考えていただきたいんですよね。何人の方が困ったを解決したかってことですよね。で、吉谷さんはなんかね、お問い合わせいただいた方の問題解決を40分ぐらいの動画を繰り返して、80万のドリームアカデミアを、まあ、販売成功したということですけども、まあ、私はね、販売はしてないんですけども、こういうことが先日ありました。ちょっと聞いていただきたいんですけども、実はね、私ね、あの、近所の本当に2軒先の、まあ、おばあちゃんがね、ご夫婦でお住まいなんですけども、結構高齢で、ご主人さんがね、去年会った時はまだしっかりしてたんですけども、今年はちょっともうね、認知が進んで外に出れない状態で、大きな家をね、あの、本当にでっかい家ですよ。大富豪の家みたいな、そんな家をね、おばあちゃん一人で切り盛りしてるんですよ。で、お子さんやお孫さんっていうのはめったに家に帰ってこなくって、お盆やお正月にも来ないと。その中で、あの、いわゆる終活をしようとしたんでしょうね。いろんなもの、家のものをね、整理しようとしたんだけども、消火器の処分がわからないっていうことで私の家に来てくれたんですよ。で、私はね、消火器の処分どうすればいいんですかって聞かれたんで、すぐにね、調べて、こうすればいいんですよってお話したんですけども、そこで気がついたんですよ。このおばあちゃん消火器持てないなと思ったんですよ。だから、あ、じゃあ一緒に行きますんで、消火器ね、うちで預かります、私が処分しときますんで、消火器私に預けてくださいっていうふうにお話してね、すいませんねって感じで一緒に行って、やっぱり消火器ね、持てなかったんで、私がね、出したりとか、その周りを、あの、処分したりとか、いろいろちょっとお掃除をお手伝いしたんですよね。まあ、それでその日は帰ったんですけども、あの、ずっと気になっていたのが、あの家から消火器を取り上げたら、多分同じような重い消火器はね、扱えないと思うんで、それを設置することはないと思ったんですよ。でもやっぱり防犯上、消防法上ね、やっぱ火が出たら消火器っていうのはやっぱ危険じゃないですか。だから私はね、あの、スプレー缶の消火器をね、ちょっとプレゼントしないといけないなと思ったんですよ。それこそね、キンチョールみたいな、このちっちゃいスプレー缶あるじゃないですか。ああいう消火器も今出てるんですよ。すごく軽くて 500g ぐらいだから、おばあちゃんでも十分持ってね、で、押せばシューッと出るんで、それで火が消えるんですよね。で、そういったのを私、家に、あの、10本ぐらい常備してるんで、それをね、何本かプレゼントした方がいいかなっていうふうに思ったんですよ。そしたらね、次の日おばあちゃんいらっしゃって、消火器の処分代いくらですかって聞かれたんで、いや、消火器の処分代なんていらないんですよと。それよりも困ったことがあったらね、私のところにどんどん来てくださいねと、まあ、私が、あの、できる限りやりますんで。で、プラスね、このおばあちゃんのところ消火器がないでしょって、だからこれを持って帰ってください、これ差し上げますんで、うちで余ってますからっていうふうに言ったら、あ、本当ありがとうねってことで、まあ、お役に立ったかなと思うんですよ。で、結論としてはね、そのおばあちゃんはすごく恩義に感じてらっしゃって、あの、私のところにね、あの、またいらっしゃったんですよ。で、何を持ってきたかっていうと、預金通帳とその印鑑ですよね。で、多分ね、私中は見なかったんですけども、恐ろしい金額持ってると思うんですよ、この方は。あの、もう家柄からね、お住まいから、身の、なんか、まあ、なんて言いますか、見てくれっていうかね、見る感じ、これは結構な成功のポジションを作ってきた方だなと。しかもお父さん、お母さん、要するにおじいちゃん、おばあちゃんですよね、お住まいになってて、あの、強い欲もなくね、庭を丁寧に手入れして、まあ、盆栽が趣味だったのかな、庭に盆栽むちゃくちゃあるわけですよ。で、ものすごく丁寧に家も使われててね、一発で金持ちだって分かるんですけども、その方がそういった財産の一部かどうか分からないですけども、私のところに持ってきて、あなたにお預けしたいんだっていうふうに言われたんで、それはちょっとお断りしたんですよね。またそれは今回はお断りさせてもらいますと。それはご家族で話し合った上で
私にってことでしたら話は聞きます。ご家族ね、お子さん、お孫さん、立ち会いのもとで聞きますけども、今今日この時点でね、そういうことはされないでくださいと、私もね、役に立ちたいからちょっとおせっかいしただけですよっていうふうにお話したんですよね。ちょっと冷や汗出ましたね、その時はね。あ、こういうふうな気持ちを持っている人なんだなと。本当に失礼ながら言いますけども、その方っていうのは多分ね、もう長くないと思うんですよ。10年は生きてないと思うんですよ。まあ、ですんで今ね、すごく急いで就活、要するに人生の終わりの活動ですよね。それをしようとしていると思うんですけども、お孫さんやお子さんに残さなくていいのかなと思っちゃいましたよね。まあ、でもね、現実わかるんですよ。家っていうのがすごく立派で、そこにお子さんやお孫さんが住むとはとても思えないんですよね。でもその家はそのまま空いたまんまになってしまって、もしかしたらその家すらね、最近は継がないお子さんとかいらっしゃるんで、いろんなこう固定資産税かかったりね、防犯上のことがあったりとかして、まあ、ですので財産よりも相続がない方が楽っていう方もいらっしゃったり、相続するにしても現金ならいいけど、不動産だとね、そこに帰ってきて住まないといけないのかってこともあったり、住まないまでも家を持ってればね、売却の間経費がかかったりとか、いろいろね、厄介らしいんですよね。まあそういうことがあって、預けたいっていうふうに私のところ来てくれたのかなと思いますけども、とても私のポケットに大きいんで、その時は丁寧にお断りしてね、でもこれからそういう問題起きてくるだろうなっていうふうに考えたんですよね。ちょっと長く話しましたけども、人の役に立ってみたら、こういうリターンっていうか、それを欲しくてやったわけじゃないですけども、こういうね、驚きがあるなっていうことで、まだまだね、私たちは誰かの役に立つために私利私欲を捨てて行動できてないんじゃないかなと。仕事だからやるっていうのは当たり前だと思うんですよ。私は仕事じゃないところでどのぐらい仕事以上の責任を持って人に接することができるかってことをね、ちょっとは考えたエピソードだったですね。それで話題がちょっと変わります。人間っていうのはね、非合理的な生物だと思います。どんどん合理的に効率的にしようと思えば思うほど、そこからどんどん離れていくんですよね。それはなんでかっていうと、人間には感情があるからなんですよ。将来 AI ってのが進化して、それからロボットがどんどん、ね、商品を作ったりね、もしかしたら接客もロボットがやってくれるのかもしれませんけども、そこにはね、やっぱり感情ってものが、人間にしか作り出せない感情ってものが欠落するんですよ。じゃあなんでね、半沢直樹がすごく流行るのか、で昔はスクールウォーズがあれだけヒットしたのかっていうと、感情をむき出したからですよね。で私たちは感情を押し殺して一つの物事を効率的に進めたりね、パフォーマンス上げたりとか、コスパを重視したりするわけなんですけども、感情っていうのはコスパを悪くするんですよ。でも人間っていうのは感情がもうかきむしられないと動けないし、感情があるからこそね、本気で立ち向かったりとかね、感動の涙が出たりとかするわけなんですよ。だからバーチャルのテレビっていう中に自分たちの感情を代弁してくれる人を探すんですよ。逆に言うとね、半沢直樹が流行るってことは、多くの人が感情を失って、その代謝行為としてね、テレビってものを求めてるのかもしれないなと思いました。で、感情の話なんですけども、私ね、すごくね、結婚生活してて思うんですよ。もう私がそうであるってことではないんですけども、結婚っていうのは多分特に男性にとってはね、感情的にするもんだと思うんですよね。もうこいつは俺がいないとダメだとかね、この子と一緒にいたいと、一生大事にするぜみたいに思うわけなんですけども、なんと非合理的なことかなんですよ。結婚生活っていうのは自分の自由を失って、自分のお金を失って、自分のね、行動の制限をかけて、そしてたった一人の人だけに従事するって形ですからね。しかも基本的に結婚して男性にいいことはほとんどないわけですよ。でもなんで、ね、そこで結婚するのか、それはね、幸せっていう理由のつけられないような感情がずっと続くからだと思います。私はだから面白いとか楽しいとか豊かだとかね、こうワクワクする感情が毎日続いてるんでラッキーだったんですけども、大抵の方はその感情がだんだんやるうちに冷めてくるんですよね。慣れてくると言いますか。だから結婚に不満が出てきたり、付き合ってる頃はこうだったのに結婚してみたらだんだんこうなってきたとかね、思っても見ないような欠点が見えて嫌になっちゃったとかね、要するにどんどん減点していくんですよね。新しい、成長を見たりとかね、新しい側面を相手に探そうと思わずに、どんどんね、そういう風な冷たいと言いますかね、感情が落ちていくというか、で怒りの感情がどんどん出ていくんですよね。でまとめていくとね、結婚というのは最も合理的に、最も冷静に、緻密に判断しなければならない一生ものの問題なんですよ。でもなぜかね、そこの判断っていうのは感情的にするんですよね。なんと非合理的なことなのか、それがだから人間ドラマを生んでるのかなと思いますよね。先日なんか熟年離婚っていうね、ドラマをね、渡辺哲也さんのまた見ましたけども、もう感情が毎回出てくるんですよね。怒りの感情、涙の感情、感動の感情、裏切りとか浮気とか、絶望とか失望とか、
すごいですね。感情をね、見てる人にどん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 持ってかれて、結局最終回まで行ってしまってね、最終回ももう大ハッピーエンドなんですよ。アンハッピーエンドかもしれないけど、ハッピーエンドみたいな、そういうふうな複雑な感情に私たちは揺さぶられ続けて、テレビってものから、コンテンツっていうのをね、電子コンテンツですね、テレビコンテンツってものから離れられないんでしょうね。だから私はビジネスをする上で大事なのは、ドラマを作るようにね、動画っていうのを作っていくことだと思います。本当にプロダクトローンチっていうのはドラマのように起承転結がはっきりしていて、自分の感情が一番マックスに来た時、その時にセールスが成功するみたいなことをね、やっぱ悪用してるんですよ、ある意味ね。まあだから今プロダクトローンチっていうのはほとんどなくなっちゃったんですけども、あんな短期間でなくなっちゃうもんなんですよね、で、最後に問題解決のことで、今回の動画を終わりたいと思います。いろんなテーマに2点3点してすいませんね。今日は3つのテーマにいてお送りするわけなんですけどね、何人の役に立てたかっていうのと、感情っていうところと、3つ目はね、あなたから聞きたいっていうふうに思わせないといけないですよね。人っていうのは問題解決する方法を世の中にたくさんあるのに、なんでね、特定の人に頼りにしたり、特定の人に質問したりするんでしょうか。それこそ Google に検索すれば何でも質問が返ってくるんですよ。でそれともですね、 Google 検索できる人は周りに山ほどいますから、誰に聞いても答えってのは一点に向かっていくんですよね。でもなんであなたに聞きたいのか、どういうことなんでしょうかね。だってコピペの私が作った動画、それから最近でしたらチャンネル登録の動画、チャンネル登録の動画なんて YouTube で調べれば出てくる、いくらでも出てくるわけなんですよ。でもなんで私のそのチャンネル登録の動画が再生されるのかっていうと、久保さんだったらどういう説明するのかなとかね、久保さんに聞いてみたいなとかね、そういうふうに特定の一人に対してリクエストが上がるってことなんですよ。だからこれがね、ビジネスの真髄なんですよ。みんな解決できるんですよ。例えば歯医者さんは山ほどある、床屋はいっぱいあるんですよ。でもなんで同じところずっと通うんですか。それはね、その人の関係がどんどん濃くなって通うと、もっと濃くなるからなんですよ。他のとこ行ったらまた一からでしょ。だから常連っていうものができるんですよね。販売者から見ても購入常連っていうのがあるんですよ。この人は買ってくれるだろうなと思いながら作る商品であるんですよ。ペルソナとも言いますけどね。だからそういう強い関係ができると、ビジネスっていうのは一定のレベルに到達するのかなと思います、はい。それで無慈悲な話しますけども、チェーン店っていうのは常連が生まれにくいんですよね、それは店員さんとのオーナーさんとのつながりっていうのは薄いからなんですよ。だから全国で流行るのも早いけども、撤退とかね、倒産も早いんですよね。ワタミとかどうでしたかね、ブワーッとなくなりましたね。ジョイフルもいっぱい閉店するみたいですけども、地域のおでん屋さんとかね、なんか居酒屋さんって、いや実はね、こういう時こそ常連さんに支えられるんですよね。もちろん厳しい店舗ありますよ。そうだけども、やっぱり常連が支えて、この店じゃないとダメなんだ、この味じゃないとダメなんだってところは、こういう厳しい時代にもね、やっぱり支えられるんだろうなと思います。そういう意味ではどのぐらいリピーターを持っているかってことをね、私も吉谷さんも強く感じる、痛感するところですよね。はい、いろいろと申し上げましたけども、今日は3つのセンテンスでお届けしました。まあこんな格好はしてますけどもね、いつも頭を回っていて考えることはいろいろなんですよね。でちょっとね、吉谷さん、久保哲郎バースデーボックス、コンプリートボックスなんかわかんないですけど、そんなの出すらしいじゃないですか。いいじゃないですか、これどんどん出してくださいよ。ね、売れるか売れないか分かりませんけども、まあ、売れても私のね、収入には1円にもなりませんけども、まあ、応援してますよ、吉谷さんが何をかをやるたんびに。なんかひょっとしたら私と吉谷さんって、信じられないような信頼関係なのかもしれないですね。だってお互いがお互いを利用したりとかね、お互いの動画をダウンロードして勝手にアップロードして、著作権の侵害とか何にもないわけですよ。でお互いにそんなことしねえだろうと思いながらやってるし、プラスね、なんかこう、なんていうんですかね、契約書すらなくって一緒にプロジェクトをスタートする時もあって、でそこで金銭のやり取りとかないんですよね。割り勘にしようとかね、どこどこの報酬を何対何で分けようみたいな、そんなこと全くないんですよ。ただやりたいからやって、組みたい人と組んで、でなぜか自分の稼ぎは自分で作るみたいなマインドがお互いにあって、それを別に誇るわけでもなく押し付けるわけでもなく、でそれで、十分な満足度とね、価値を得るんで、またやろうかって話になっていく、こんな素晴らしい関係ないですよね。でまとめるならね、契約書っていうのは相手が信頼できないから、契約書というものによって法的に縛るっていうね、最もなんか裏切りが発生しやすい場所なんではないかなと思います。一番の信頼関係って契約書すらいらないってことなんじゃないかなと思います。もちろんね、そこで、なんかね、思ってもみないようなことが起きても、それも想定の範囲内ってことでね、まあいいんじゃないのみたいな感じで済んでしまうっていうところも、この信頼関係のね、強さだと思いますけども、吉谷さんどう思われますか。それでは失礼します。